はい、改めて紹介しますね。こちら名古屋区間です。あ、清掃員の皆さんやってますからね。さあ、ほんでこちらもお伝えと、大抵5分間は止まってる状態ね。停車してから発進っていう状態ね。そういうことですね。いろいろなのやってますね。はい、新幹線区間の状況ですね。あ、なんかどっかの過激派なんかやってますね。極右団体のあ、この声どう見ても極右のうるさいよね皆さん。うるさいね。うるさいからなあいつら。でこういう、もし皆さん急いで帰るんやったらもう新幹線に乗っていいよ。もういいんや、別に短距離区間これでも距離高いんやぞ。みんな徒歩で消したらこれね、この距離1日中かかるんやで。もうマジやね、極右ね。おい、あちらにあんなスポンサーの関してあんなありますね。見られない区間ですね。あんなもいいんですよ、極右。もうあんなド派手な声出して極右団体しかいませんよ。みんなバカな、バカそうだといって皆さん、あんな外戦車ポーク嫌に、そういうことで、まあ多分どっかの政治家運動でもあるけど、まあいいんや、もう選挙モードに入ったってね。はい、こちらが名古屋区間の状況ですね。そう、びっくりや、もうそう、意外と老朽化してる。もうここむっちゃ老朽化してた。そう、びっくりした。今まで見なかったんや。ああ、老朽化してる。びっくりや。おいおい、さあ、めっちゃ予算回してないよ。おい、どういうことだこれ、どういうことこれ。